Hi everyone! Thanks for watching 英語英会話一日一言。皆さん、毎日毎日、一日も欠かさず、英語英会話一日一言をご覧いただき、ありがとうございます。今日は S746 です。S746。この S は何でしょう？これは、Super です。Super。Super。746。いつもは普通に Q ですね。Q&A の Q。今日は Super 746やりたいと思います。Super 746 is McDonald's。もう一度行きましょう。McDonald's。OK。マクドナルド。マックです。関西の人はマクド。マクド。アクセントが。わかりませんけども、そんな感じで言うらしいです。Okay? So, これレッスンでですね、何か食べ物の話をしてて、たまにこの単語を入れます。マックの何々が、っていう話をしてて、皆さんうなずいてるんですよ。うなずいてて、で、話が進んでるかと思いきや、で、どこのファーストフード好きですか？って聞くと、あ、今ファーストフードの話したんですか？って言われるんですよ。ずっとマックの話したじゃんと思うんですね、僕は。OK? それぐらいこのマクドナルドというのは皆さんよくわからないです。なんかそういう名前のレストランがあるんだなと思って話を聞いてしまいます。OK? 何が問題かというと、リスニングの問題だと思う方がたくさんいるんですけど、リスニング関係ありません。OK? リスニングができない理由が、たくさん聞いていないからだと思う方は、その考え方を改めてください。リスニングはたくさん聞くのは、たくさん聞いたかどうかは全く関係ないです。OK? 全く関係ないです。1ミリも関係ないです。リスニングは、もう一日一言ずっと見ている方はわかると思います。発音です。発音がわかると、その瞬間からもうリスニングはできます。OK? So, McDonald's。これずっと、日本語でマックとかマクドナルド。英語で言うときも、マクドナルド。マクドナルドとか言うので、マクドナルドって言われるとわからないんですね。音が違うから何のこと言ってるかわからないです。なので今日発音やりましょう。発音やると次回から絶対に聞き取れるようになります。まず、マックじゃないです。マック。で、日本語でクって言うとこの辺からクって音出ますよね。ここでマックのクを止めましょう。ま、く出さないでください。ま、出そうとして出さない。それぐらいで止めてください。Alright? で、日本語で全部母音がつきますよね。まく。Okay. ま、で、これ止めてください。母音がないです。英語は。母音が少ないです。日本語より全然。その感覚です。ま。Okay? そして、Donald's。マクドナルド。で、ドで終わりますけど、英語だと S で終わります。マクドナルド、ズ。OK? ズなんですけど、実はここがズなんですね。マクドナルド、ズ。OK? ズ。ま。で、C が、まあ、K でも K にしましょう。K が止まっている。マクドナルド、ズ。OK? つながりましたね。マクドナルド、ズ。じゃあ、間どうするか。マクダ、ダ、ダ。マクダ、ノー、ノー。マクドナルド。日本語カタカナで考えておくとわけわからなくなりますね。もうカタカナ考えてやめましょう。意味がわからない。僕の頭が混乱してきました。OK? So, マクダノー、ノー、ノー、ノー。OK? マクダノーズ。マクダノーズ。OK? 急に簡単になりましたね。マクダノーズ。マクダノーズ。OK? 見えますかね？ちょっと見えづらいです。まあいいでしょう。OK? So, マクドナルドのこの L のところを止めてください。これも止めるんですけど、どうやって止めるかというと、日本語でラ、ラッパのラ、ラッパ、OK? ラ、ラって言った時に舌が口の上から離れて、ラって音が出ますね。OK? そして、その舌を離さないでつけてください。No, no ってこう、どうとかね、音が出ますよね。No.マクダーノ。ノ。マクダーノ。ここまで言いましょうか。マクダーノ。マクダーノ。もう一回言いましょう。
マッダーノ。マッダーノ。ずーっと言ってて自分が何を言ってるのかよくわからないけど、とりあえず、イムランの言う通り言ってみようと思ってたら、それが正解です。わかる？もう何を言ってるのかわからなくなってください。それぐらい何度も言いましょう。言いましょう。マッダーノ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 。OK? 舌を口の上につけたまま終わりましょう。マッダーノ。ずっとつけてください。マッダーノ。離さないでください。マッダーノ。マッダーノです。最後に優しく、もう、なんていうんですか、こう、サッカーだったらちょぽんって蹴るぐらい、ちょぽんって蹴るぐらいで、バスケだったらもうなんていうんですか、バスケットに置いてくるぐらいですね。シュートするんじゃなくて、バスケットに置いてくる感じです。その感じで、図をつけてください。マクダーノルズ。図ってはっきり言わないです。止めちゃってください。マクダーノルズ。マクダーノルズ。OK? ズ。ズ。マクダーノルズ。寝ちゃう感じですね。OK? あ、ちょっと寝ちゃう感じでやってみましょうか。マクダーノルズ。それが正解です。OK? では、連発しましょう。マクダーノルズ。次はゆっくり言ってみましょう。マクダーノルズ。もう一回ゆっくり。マクダーノルズ。もう一度。マクダーノルズ。もう一度ゆっくり。マクダーノルズ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 。Okay. ちょっとスピードアップしましょう。マクダーノルズ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 。OK。ちゃんと発音のポイントを意識しましょう。マッダーノーズ。マッダーノーズ。OK? もう一度行きましょう。マッダーノーズ。ここだけアルファベットに表記しました。それが一番近い音だからです。これもまあそうでもいいんですけど、マッダー、ダで、日本語のダのままでいいです。そして、マッ。マッ。OK? マッ。ちょっとちっちゃいつが入って、なおかつ K が止まるみたいな感じです。OK? そして、ズ。これぐらい音楽見えますかね ?OK? マッダーノルズ。よくリスニングの本とか発音の本とかで全部、まあ、カタカナで書いてあるものがあると思うんですけども、まあ、カタカナでもちろん表せるところもありますが、こういうのと急に表せなくなりますね。なので、カタカナで表せるところはカタカナで表して、そうじゃないところは、まあ、アルファベットを使って書けばいいかなと思います。Okay. で、一回これ、音が分かると、もう音だけで練習できますよね。マクダーノルズ、マクダーノルズ。もう一回行きましょう。マクダーノルズ。マクダーノルズ。マクダーノルズ。OK? そう、よく英会話数通っている方は先生に何度もリピートしてくださいって言われると思います。先生がマクダーノルズ、生徒さんがマクドナルド。マクダーノルズ、No. マクダーノルズ、マクドナルド。No, マクダーノルズずっと言ってると思います。OK? で、もちろんそれもいいんですけども、発音は何て言ってるかわからないと発音できません。OK? なので先生に発音を教えてくださいっていう時は、ただリピートしてもらうんじゃなくて、こんな風にして書き出しても、見てもらってください。分けて、ここはこう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 発音するんだよって教えてもらえると、絶対にわかります。OK? じゃあ先生が、もうほとんど先生はもういい、リピートしてください。聞こえた通りリピートしてくださいって言うんですけども、聞こえた通りって言っても発音仕方わかんなかったら聞こえた通りもどうもないんですよね。OK? なので、ちゃんと書いてもらってください。書き出してここはどうですかって細かく聞きましょう。OK? もうマクダーノルズ大丈夫ですね。マクダーノルズ。もうマクダーノルズ言われたらマクダーノルズってわかると思います。今まではマクドナルドだと思ったので、マクダーノルズって言われると音が違いますね。だから何のことかなってよくわからなかった。しかも発音も、
こういうふうに言うんだっていうのが分からなかったので、なんか、もぎゃーんみたいな音が聞こえただけで何言ってるか全く分からないという現象が起こっていただけです。OK? 発音分かればすごい簡単ですよね。OK? これからはもう皆さん、これを見てしまったあなたは、日本語で友達と話してても、もうマックもマクドもやめてください。マクドナルドなんか論外です。OK? マクドナルド。この後さ、マクドナルド行かない?って言ってください。OK? もう日本語でも英語でもどちらを喋っててもマックはマクドナルドです。OK? So please remember that and 発音がまだ聞き足りない方はリピートして聞いてください。OK? OK, so anyway, これでマックからお金入ってきて嬉しいですね。まあいいでしょう。OK, so, マックに勤めてる方とか、マックじゃない、マクドナルドに勤めてる方とか、あとマクドナルドが大好きな方、ぜひ、マクドナルドのスタッフとか、知り合いの方に、どんどん広めてください。働いてる方は上司にどんどん言ってください。すごい先生が、マクドナルドの発音を教えてくれました。あなたも教えてくれなかったのに、ネットでなんか見知らぬ人が教えてくれました。って言ってください。Okay? Alright, well, thank you very much for watching and I hope to see you in the next lesson. See you later, bye! あ、これ自動的に切れないんですね。ここ押さなきゃいけない。